はい、こんにちは。今日はね、ちょっとおしゃれしてきました。昨日ちょうどね、近所の古着屋で、これが800円で、ジーパンが1000円だったんです。で、ちょっと合わせてね、全然履いてないブーツをね、引っ張り出してきて、90年代っぽい感じで決めてみました。はい。で、まあ、それはいいんですけど、今日はね、斉藤元彦の話じゃなくて、玉木雄一郎が、なんか浮気をして、なんかそれを写真に撮られて、なんかごちゃごちゃ言われてるみたいな、そういうのがあるんですけれども、この手の話ってね、なんかたびたび出てきますよね。この前もなんか、宮沢さんやったっけかなんか、議員が、なんか、遠行ですかね、あれは。で、なんかちょっとしてたとか、なんか、なんか、路中してたやつもいましたよね。うん。それとか、なんや、米山隆一か。米山隆一もなんか、大学生にこう、金を渡してたみたいなんで、結構、未だに言われてますよね。ああいうのが、なんかこう、たびたび出るんですよね。ほんで、あと、広瀬かなんか自民党の議員もなんか、なんかサックスプレー、あ、カナダ人のサックスプレーやってたみたいなんで、あれもやめたんから、まあそういうのもあるんですけど、そういうね、不定の話っていうのは結構出るわけですよね。で、政治家じゃなくても、松本人志の話にしても、一種ね、あれは不定行為の話としても、まあ、叩かれたということがあると思うんですけど、あのね、玉木雄一郎はね、この機会に、その、不定の話っていうのね、政治化したらいいんじゃないかなって思うんですよ。なんやろ、もうそのセックスっていうのがもうなんかね、抗い得ないなんかこう欲望の一つというかね、いう感じがあると思うんですね。ほんでこの前ね、ちょっとまあ、一回りしたね、いわゆる還暦以上の女性の、まあちょっと余裕のあるね、女性の方と話してたんですけど、その人のね、まあ、主婦仲間の感覚としても、正直ね、浮気をしたことない人っていうのは10人いて1人か2人もう1人やねみたいな、まあ、そういう感じの話をしてましたね。みんなやってるよって、みんなやってるよ。ですから、その何やろ、みんながね、これこうあるべきと思ってる低層観念と、実際のね、実態っていうのはもうかなり乖離してるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。ですから、もちろんね、その夫婦別姓の話とか少子化とかそういう話があって、いろいろ新しいこう家族の在り方とかね、社会の在り方、恋愛の在り方みたいなのが、問題になってくると思うんですけれども、その中でね、やっぱりこの低層観念というか、ね、低層の問題、低層観念の問題というのは一つね、議題に挙げて、ぜひね、玉木雄一郎さん、これはね、話していってほしいんです。はい。ですから、まあその結婚しててもね、やっぱりみんな男女問わずですね、問わずやることをやると。はい。私はね、まあ幸いというか残念ながらというか、まだね、結婚したこともないし、実際今ね、結婚もしてないし、ガールフレンドもいないわけなんですけれども、その私がね、お付き合いした女性、ね、まあ、結婚はしてないですよ、お付き合いした女性というのはね、全員はっきり言って浮気しました。はい、全員です。なぜかこれは分かんないですけど、大体、あ、1人ぐらいかな、してないのは。大体みんな、やりますね。そういう感じでね、そのもう1対1での、なんか、関係、その性的関係っていうのはね、なかなかね、難しいもんがあるんじゃないかなというふうに思いますね。そういう面でもね、社会が変わっていかないといけないんじゃないかなと、変わるべきなんじゃないかなと、ね、その中でね、玉木雄一郎、今ね、政界のステークホルダーと言ってもいいというかね、ちょっと鍵を握る男ということもあるし、この自身のね、この不定の問題をね、もう一気に政治化して、いろいろね、議論を深めていってほしい。そういうきっかけとなるね、ニュースなんじゃないかなとね、思いました。だからもうええやろと。もうだから、ちょっとやったぐらいで、浮気がどうとか、
もうそういうのやめようよみたいな、そういう話でございます。どうもご視聴ありがとうございました。